がありますけれども、それぞれが本当に今主の御前に出ていく時間を持っていきたいと思います。心のフォーカスをただ一人の方、私たちのイエス・キリストに向けていきましょう。主を学ぶ、主権者、私たちの主イエス・キリストに目を留めていきたいと思います。今日この礼拝に来た時に、私たちが今抱えている問題、状況、あらゆるものを超えて主ご自身が豊かに働いてくださることを信じたいと思います。私たちはどのような時にも主は賛美を受けるのにふさわしいお方であるゆえに、私たちはどんな時にもこの口に主への褒め歌を本当に歌っていきたいと思います。どうぞお立ち上がりください。今私たちはこの唇で主への感謝、主の御名に目を留めて、このお方に目を留めて、今心から賛美を捧げていきましょう。
謝します。あなたの流されたその尊い父を心から感謝します。子羊の父よ、すべての敵の攻撃に打ち勝つ力であることを今日も宣言します。私たちを取り囲む一切の暗闇の力、またさまざまな敵の攻撃は今日死の父よによって打ち砕かれることを宣言します。主よ、あなたの父よ、今日私たちは受け取ります。日々新しく受け取ります。あなたの父よが与えられていることはなんという恵みでしょうか。私たちの汚れを主、あなたの父よは清めてくださいます。今日今一度あなたの御前に立ちます。私たちの古き性質、あらゆる主に喜ばれないものが主、あなたの父よによって清められること、新しく作り変えられることを宣言します。アーメン。もはや自分のために生きるのではなくて主、あなたのために生きるものとされることを宣言します。アーメン。主よ、今日もあなたの十字架の御前へと私たちを導いてください。私たちの全てをあなたの御前に今日委ねます。あなたの御前に捧げます。そしてイエス様、あなたの父を受け取ります。あなたと共に生きるその幸いの道を主を共に行かせてください。お主はバラバラララララ、
様の前に立ちます。私たちが見上げるのは正しいあなただけです。他のものから目を背けます。主よ、ただあなただけを見上げます。御座におられる子羊、すべてを勝利取られた子羊、あなたを見上げます。褒めたたえられるのにふさわしいお方、今日もあなたの御前にひれ伏し、あなたを礼拝します。
ア、主の名を褒めたたえます。私たちが捧げる賛美が御座の前に立ち上り、父なる神が私たちの捧げる祈りを、賛美を、礼拝をこの時間受け取ってくださっていることを感謝いたします。この礼拝は生きたものであり、 主よ今本当に私たちの生ける礼拝を主の御前にお捧げいたします。古い過去のものではなく、今この瞬間捧げるこの礼拝を、私たちの思いを、私たちの心を、私たちの身を全て持って、主よあなたに礼拝を捧げいたします。主よどうぞあなた様が受け取ってくださることを感謝いたします。そして今日は主の中にあって大きな解放の日とされることありがとうございます。大きな癒しの日とされることありがとうございます。私たちの霊的な領域において、また精神的な領域においても、大きな打ち破りが主の御座から我らに注がれることを宣言いたします。アメン。私たちの救いの中心、またその源であられる私たちのイエス様に栄光がありますように。アメン。私たちは感謝と期待を持って、今の状況を見えるところによらず、あらかじめ感謝を持って主の御前に賛美を捧げ、この方に全ての栄光を返しいたします。アメン。ほふられた子羊であられるイエス様に、とこしえまで栄光がありますように。子羊に全ての勝利を収められる方、このお方に向かって感謝の拍手を送りたいと願います。アメン。そして全てを完成されたお方に今、アーメン、アーメン、その宣言を捧げたいと願います。一緒に捧げてまいりましょう。はい、アーメン、アーメン。今この主の恵みを受けて、お互いを祝福する時間を持ってまいりましょう。シャローム、その神の国の言葉を持ってお互いを祝福したいと願います。感謝します、今日も私たちは喜びを持って礼拝捧げることができるこの特権恵みを感謝いたします。そして今日の感謝の捧げ物を捧げたいと願いますが、12月はですね、繰り返しこの捧げ物の時に100倍の油注ぎということをですね、宣言しています。ですので私たちがこの捧げる捧げ物に、本当にこの油注ぎが下り、そして100倍の実が結ばれていくこと、そのことをですね宣言して、お祈りしたいと願いますので、今日捧げるその捧げ物を持ったなら、それを主の御前に掲げてください。お祈りいたします。これが本当に信仰の土地に落ち、信仰の土地にまかれ、そして本当にこの信仰の実を結ぶその種とされることを感謝いたします。私たちの経済の領域においても、また全ての働きの領域においても、主は豊かな実を結ばさせてくださり、そしてこの地上だけではなく永遠に至るその実を結ぶその特権を主が与えてくださることを感謝いたします。この捧げる種を持ったなら、それを主の御前に掲げてください。祝福してお祈りしたいと願います。天の地なる神様、ありがとうございます。私たちにこの捧げ物を捧げることができる特権をも与えてくださっていることをありがとうございます。今天の御国の豊かさの中から、私たちが与えられたこの種を、主よあなたの御前に感謝を持ってお捧げいたします。どうかこの種が信仰の土地に落ち、そして30倍60倍それ以上に100倍の実を結ぶその種とされることを感謝いたします。アメン。私たちの家族の経済の領域の中に、また働きの中に、全ての中に、主よ義の実が結ばれ、そしてこの地上で終わる実だけではなく永遠に残る、主よあなたの御前にこの義の実を持って進んでいくことができることを感謝いたします。アメン。私たちに捧げる種と捧げる特権をも与えてくださった主に栄光がありますように。アメン。
この種をイエス様の血潮で覆ってくださることを感謝いたします。今イエス様の名前を通し感謝を持ってお捧げいたします。アーメン。右にあるものがこの地に来ますように、一切のものを一切のものにて満たすお方、主に感謝を捧げましょう。主は情け深く暴れみ深く怒るのに遅い、慈しみ哀れみ作られたもの全ての上に、生徒たちは座りください。神の国はあそこにある、こちらにある、そういうものではなく私たちのただ中にあるのです。アーメン。そのことを感謝したいと思います。今日23日ですね、第1第2合同のクリスマス礼拝がですね、先ほど持たれてですね、初めて来た教会に来たという方々もその中におられて、素晴らしい時間となり、またですね、さまざまな証しをしたり祈りをする時間を持っていたことを感謝したいと思います。また昨日ですね、この場所においてはユースクリスマスという集会が持たれました。そしてその中でもですね、初めて教会に来たという若者たちが、おられてですね、私たちは本当に素晴らしい時間を過ごしました。どのように素晴らしいかはですね、来た人に聞いてみてください。いろんなものを持っていると思います。いろんな映像を見せてくれたりするかもしれないですが、 見ない方がいいのかもしれないですが、つまずかない自信があるならぜひですね見ていただければ恵まれるかもしれないです。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、新宿シャローム教会に初めて、もしくは第3礼拝が初めてという方おられると思うんですが、歓迎したいので立ち上がっていただいてもよろしいでしょうか。ようこそ、歓迎します。どうぞお座りください。はい、私たちは本当にいつも歓迎します。ありがとうございます。娘さんですね、いつも教会でですね、私たち、ご家族で一列になってるんですね今。ありがとうございます、歓迎します。はい、
後ろの方にですね、稲久先生の誕生日の献金のカゴを用意してあります。全く自由になさってくださればと思っていますので、よろしくお願いいたします。あとですね、クリスマス様々なイベント用意されていてですね、あの伝道の機会、イエス様を明かしする機会となっていることを感謝したいと思うんですけれども、明日クリスマスイブなんですね。そしてイブ礼拝がこの場所で持たれ、そしてその後夜夕方には新宿街道で持たれることになっています。今年は2回持たれます、ね、2時から4時からこの場所でですね、家族向けな感じのファミリー礼拝という形でクリスマスイブ礼拝を、そして新宿街道では通年やっている伝道集会という形のイブ礼拝を6時から行うことになっています。そのですね、間、移動の間にですね、キャロリングをしようと思っているんですね。キャロリングって皆さん知ってますか？キャロリングしたことあるという人、この中にどれくらいいますか？お、結構いる。じゃあそのまま手を挙げていて参加でということでいいですか？ダメあのですね、4時50分にこの場所に集まっていただいて、5時に出発してキャロリングという形になっています。ぜひですね、僕はやったことある、私やったことあるという方はそのまま、またですね、初めてだけどやってみたいという方はぜひですね、4時50分にこの場所に集まっていただけたらと思っています。よろしくお願いします。私たちも家族で参加しようと思っています。はい、あとですね、さまざまな感謝を持ってですね、私たち年末なのでですね、感謝をしていきたいと思うんですね。世の中では忘年会と言いますけれども、私たちは主のしてくださった良いことを何一つ忘れるなです。私たちはそれに感謝するときにしたいと思うんですけれども、まずですね、修法ラックをですね、藤沢さんが作ってくれたことを感謝したいと思います。本当に大きなですね、修法ラック、もう何週間もかかってですね、作ってくれて、買ったら何十万もしてしまうんです。なので作ってくださって感謝です。そしてですね、新宿街道の床を全部磨き上げてワックスをかけてですね、また壁紙を剥がしてもう一回貼り直すという作業ですね、俊介兄弟、また東武ライフスクールの子どもたちがやってくれたことを感謝したいと思います。インターネットでぜひ見てください。お願いします。藤沢さん、俊介兄弟、全く2人とも今いないんですね俊介兄弟はですね、長野の教会の方に行ってですね、奉仕しているということでですね、覚えて祈っていただければなと思っています。よろしくお願いします。はい、またですね、クリスマス年末のさまざまなご案内ができればと思うんですけれども、イブ礼拝までお伝えしましたね。その後ですね、12月31日朝の6時からは26時間のカウントダウン祈り会に入ります。元旦の朝の8時まで祈り続けます。ぜひですね、ご参加いただく方いれば、一緒にですね、一番盛り上がるのはここで年を越す瞬間です。ぜひですね、その瞬間はですね、ぜひ集まれる方集まってください。よろしくお願いいたします。はい、あとですね、レーマ聖書学院からのご案内ですが、レーマ聖書学院の新学期は1月の15日からとなっていますので、よろしくお願いいたします。はい、アナウンスは以上です。では講談に慎吾先生を拍手でお迎えしたいと思います。アメン、ハレルヤ。素晴らしい主に大きな拍手を送ります。私たちの主は素晴らしいお方です。真実なる神、主に心からの感謝を捧げいたします。今日はですね、共に御言葉開き、そして私たちはですね、祈りの中に時間を多く使いたいと思います。そしてこの祈りの中でですね、私たちの個人的な領域においても、家族の領域においても、打ち破りがもたらされていくことを信じます。そのようなですね、祈りの時を今日礼拝の中で一緒に持ちたいと思います。すべてのことをですね、聖霊様が導いてくださいますようにお祈りいたします。天の地なる神様、今日のこの礼拝ありがとうございます。本当に毎週毎週の礼拝が新しく主よ、生きた礼拝としてあなたの御前に捧げられる礼拝であり、そしてこの礼拝の中心であられ、礼拝を受けるべきお方、天の父なる神様、イエス様、聖霊様に私たちはこの礼拝をお捧げすることができる特権、恵みを感謝いたします。ますます知恵と啓示の御霊であられる聖霊様、あなたを歓迎いたします。どうか御言葉を私たちに解き明かし、その啓示を開いてくださり、そして御言葉を通しイエス様ご自身と人格的に交わりをすることができますように、父なる神のことをもっと深く教えてください。それらすべてをなされるのは聖霊様であられることを感謝いたします。私たちは共に御言葉を開くとき、父なる神の御前で開きいたします。どうか主がこの御言葉を通し語ってくださることを感謝いたします。私たちの耳に霊的な活霊を与えてくださり、御言葉を聞くことができる耳を主が与えてくださることを感謝いたします。
愛するイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい。主に拍手をもう一度送ります。アーメン。主に感謝捧げいたします。アーメン。今日ともにですね、私たちは御言葉を開いていきたいと願いますが、多くの場合私たちは何かにとらわれて生きています。そしてさまざまなものの中毒になったり、さまざまなものの支配の中にあったり、そしてさまざまな弱さや、そして貧困や病、そのようなものに押しつぶされて生きている。しかしですね、それは私たちのもともとのデザインではないということですね、覚えたいと願います。黙示録を続けて見ていますが、この黙示録の19章にですね、今日行こうと思ったんですけど、黙示録を読んでいますと、この12章をですね、通過しなければならないということですね、思わされまして、今日はですね、黙示録の12章、これをですね、中心に見ていきたいと思います。黙示録の12章の10節11節これは終わりの時代における重要な私たちの取りなしの働きであり、そして霊的な戦い、それが書かれています。私たちの戦いは骨肉に対するものではなく、この霊的な領域における戦いです。ではこの霊の領域が解決するなら、皆さん見える領域も解決します。天の領域において解決を得るなら、この地上における答えを得るようになります。でも私たち多くの場合、この地上のことだけを改善しようとするので、その問題がなかなかなくならないというか、一つ解決してもまた同じような問題、一つ答えを得てもまた別の問題が起こります。では今日この霊的な領域において私たちが解決を得る、その重要な秘訣が書かれている、重要な啓示が書かれているのが、この黙示録の12章10節11節そしてこれは終わりの時代に私たちが祭司として固く立ち、霊的な勝利を得るための重要な御言葉でもあります。一緒にこの黙示録の12章10節11節朗読したいと思います。一緒に読んでいきたいと思います。はい。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アメン。ではですね、この12月黙示録を朗読する中において、このミサの前で私たちが礼拝する、またミサの前で私たちが答えを得るということをですね、続けて見ていますが、この黙示録12章の10節にこのように書かれていますね。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が表された。では私たちの人生に主は救い、力、そして御国の現れ、そしてご自身の権威を表したいと願っておられます。でもそれをとどめるもの、それが表されないように妨げているものがいるんです。それが書かれているのが、私たちの兄弟たちの告発者です。そして日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものが投げ落とされた。ではこの告発者の口が黙らなければ、私たちに本来与えられるべき恵みが閉ざされたままなんです。この告発者が告発することをやめなければ、告発者は私たちに本来受けるべき恵みを全部奪っていきます。なので今日のこのテーマは、この告発者が黙るための法的な権利を天の御国において得るということですね。これはとても重要なテーマなんです。そしてこれは一人一人が祈るときに勝利の信仰生活を送っていきます。大きな解放を経験するようになります。囚われから自由にされます。そして罪の束縛から解放されます。なぜならこれは天の領域において起こり、地の領域において起こる、そのような霊的原理原則だからですね。でこの神様は本来私たちを作った時に非常に良いって言ったんです。その良いって言葉はですね、この教会にあるチャーチスクールの名前でもありますトーブという言葉がですね、ヘブル語で使われています。そしてこのトーブっていう言葉は、神の完全なデザイン、神の麗しい計画、神様は私たちを悪いものとして作ったのでもなく、粗悪なものでとして作ったのでもなく、非常に良い存在として作りました。なのでですね、この地上において私たちが目指す重要な目的は、神様の完全な初めに作られた良いと言われた形へと回復していくことです。
私たちはこの終わりの時代ということを思うときに全部がボロボロになってギリギリのところでイエス様を迎えに来られる、そのようなイメージを持つんですけど、そうではありません。使徒の働き3章を読むと、万物の回復の時が来て、そしてイエス様が来られると書かれているんです。なので私は信じます。終わりの時にもちろん世の中には暗闇が満ち溢れ、さまざまな荒廃が満ち溢れるでしょう。しかしその中にあって主の計画は完全に回復していきます。主の教会、主の生徒たちは完全な形へと回復することを信じます。そして神様が初めに言われた良いという形、神様のデザインに私たちが戻ることができるようになる、その重要な祈りがこの黙示録の12章の10節11節に記されています。ではですね、このことを覚えたいと思います。私たちが病で居続けるってことは神様の計画ではありません。私たちが精神的に本当にこの沈み続けるということは神様の計画ですか？違います。神様は私たちをそのようには作られなかったんです。私たちが貧困にとらわれ続け、そして私たちが本当にこの罪の鎖に縛られ続ける、それは神様のデザインでしょうか？違います。ではですね、そのことをまず、それは違うということを認めることから始まります。多くの場合私たちはそれを受け入れてしまうんです。ああ、これはもうしょうがない。そしていろんな理由をつけて私たちはそれを受け入れます。例えば遺伝のレベルにおいてですね、ああこれはもう遺伝的なものだからしょうがないと言います。おじいちゃんも病気だった、お父さんも病気だった、そして私も同じ病気を持っている、これは遺伝の領域における問題だ。しかし皆さん、私たちはイエス・キリストを通して、今私たちのお父さんは誰ですか？天の父なる神様です。ということは私たちの DNA の中には父なる神の DNA が動いているんです。そして私たちはもちろんこの地上に親の血を受けて生まれました。しかし今私たちの霊的な血にはどなたの血が流れているんでしょうか？イエス様の血潮です。このイエス様の血潮は私たちの DNA をも作り変える力があることを信じます。全ての罪の DNA、 病の DNA を断ち切り、そして神の子としての完全な形を回復する、その力がイエス様の血の中に完全にあることを感謝いたします。なのでですね、この DNA だから、これは遺伝的なものだから、それを受け入れてしまうとき、私たちは偽りを信じてしまうんです。またですね、この怒りっぽい性格とかですね、また悲観的な性格っていうことにおいても私たちは嘘を信じてしまうんです。ああこれはもう家族全員そうだったから、私もこういう否定的な思いになるのは仕方ないとかですね、私は本当に怒りっぽい、この親の元で育ったから私もこういう気質を持つのは仕方がない、そのように私たちは受け入れてしまうんです。ぜひ皆さん、それは偽りであるということを共に今日認めたいと願います。そして私たちは必ず変えられます。どのように変えられるのかというと、神様が初めに非常に良いと言われたその形へと回復されることを信じます。ではですね、なぜその回復を味わうことができないのかというと、告発者がいるんです。絶えず私たちを訴え続ける告発者、その告発者がですね存在しているので、私たちが神様の道に進もうとすると、うるさく私たちの耳元で、お前には罪があるではないか、お前にあの問題があるではないか、お前にはこの失敗があるではないか、お前が神のために歩むことなんかはできない、私たちを訴えて、また罪の鎖につなぎ止めます。また私たちが神様の目的からそれるように私たちをずらさせるんです。皆さん、この敵である悪魔とですね、まあ、第一ペテロの5章には書かれてるんですけど、この敵っていう言葉はですね、権利に反するものっていう意味があります。サタンがすることは何かというと、権利に反対して立つんです。すなわち神様は本来私たちに癒しを注がれたい、そのことを計画しておられます。神様は私たちを回復される主です。神様は私たちが命に満ち溢れて生きることを願っておられます。神様は私たちに喜びを与えてくださいます。しかしその権利に反対して訴え続け、告発し続け、そしてその神の作られた目的、与えたい目的からずらさせるのが悪魔の働きなんです。でですね、悪魔は私たちが成功しても全く恐れません。私たちが有名になっても悪魔には何の効果もありません。私たちがですね、どれだけ優れたこのミニストリーをしたとしても、悪魔は全然心配しないんです。
しかし悪魔は心配することがあるんです。それは何かというと、私たちが主の使命に生きるようになるとき、悪魔は全力で妨げようとします。なのでですね、皆さんもこういう経験をしたことがあるかもしれませんが、神様のために生きようと決心する前までは誘惑とか葛藤とかをそんなに感じなかったんです。しかしある時に決心するんです。主よ、あなたのために生きていきます。今日賛美の中で歌ったように、もはや私が生きるのではなく、主よ、十字架に私を置き、あなたのために生きるものとさせてください。そのように祈り、そして神様に自分を捧げた時から、突如として誘惑や葛藤や、そして本当にこの道を行くのが難しいというようなですね、経験をするようになります。なぜでしょうか。私たちが主の使命に帰ろうとすることを悪魔は全力でとどめるんです。そしてその道からずらさせようとします。なので今日はその訴訟する者、訴える者の口を黙らせる、それを私たちは法的な権利を持ってできる、その特権を御言葉から見出していきたいと願います。では悪魔がどこで訴えているかということがとても重要なんです。この十節見ると、日夜、もうやめてほしいですね、日夜訴えてるんです。もうなんでこんな日夜やり続けるのかとですね、以前にもですね紹介したんですけど、ヨブ記のですね、この一章に書かれているリビングバイブル訳っていうのはですね、本当に面白いですね。まあどこでこの訴えてるかというと、主の御前で訴えてるんです。ではこのヨブ記を見ると、サタンはどこで神様にヨブのことを報告するかというと、御座の前まで行くんです。そして御座の前に行って、地上を巡ってきて、そして義人を見つけた。でも彼も持ち物がなくなったら神を否定するだろう、そのように神様に挑戦するんです。ではサタンはどこでヨブを訴えたかというと、御座の前で訴えました。ではリビングバイブル訳読むと、そこにはですね、この新改訳は地上を巡ってきたと書かれてるんですけど、リビングバイブル訳にはですね、宇宙のパトロールに行ってきたのさって書かれてるんですね。いやいやいやすごい訳だなと、頼むからそのパトロールやめてほしいと彼がパトロールしたらとんでもないことが起こります。そして何を見つけるかというと、神に従おうとするものを見つけてくるんです。ヨブは神に従おうと熱心でした。そしてその神に従おうとするものに対しての挑戦状を神の御前で訴えて、その権利を得るんです。サタンはそのように訴えをどこに持っていくかというと、なんと主の御座の前に持っていくんです。でこれはゼカリア書3章を読んでもそうです。その当時の大祭司、このヨシア、大祭司ヨシアと総督ゾロバベルがいました。ではこの大祭司ヨシアに対する訴えをサタンは御座の前で言います。汚れている、あの者の生き方は汚い、あの者の着ている着物は汚れている、サタンは訴え続けるんです。その時主の宣告が天の御座からなされます。サタンよ、あの大祭司を訴えるお前は一体何者か。そして大祭司ヨシアに対して父なる神様がですね、御使いたちに命じるんです。彼の着物を着替えさせよう、彼の衣を白くしよう、彼がもう一度祭司として立つことができるように。そのように正しい宣告を父なる神がされます。では父なる神が正しい宣告をされるとき、告発者を訴える者はもうそこに法的に関わることができません。なので本来私たちに神様が与えようとしておられる権利が回復されるんです。癒しが天から私たちの中に降り注ぎます。解放が私たちの中にもたらされます。自由と喜びが私たちの中に回復するんです。これが皆さん、天の法廷、天の御座の前で祈る祈りと言います。私はですね、日々の取りなしの祈りの中において、本当にですね、この御言葉を朗読し、また御霊によって祈り、知識を宣言します。しかしそれだけで終わりではなく、主の御座の前にまで持っていき、そして主の御座の前で取りなし祈ります。その時に見える状況や見える環境を超えて、神の解決と答えがやってきます。なのでそれをここにいる私たち全員が祈ることができるようになるということが願いであり、今日そのことをですね、御言葉を通して分かち合いたいと思いますので、これはただですね、御言葉メッセージ聞いて終わりではなく、毎日の祈りの生活が変えられることを願います。そして私たち神の家族全員が御座の前で祈るものになることを願います。その時に本当に答えと勝利を得るからです。でこの
告発者がですね絶えず訴え続けてるんですけど、初めにこの黙示録を見て、そしてですね、いくつかの他の箇所も見ていきたいと思います。ではその打ち勝つ方法があるんですね。11節なんて書かれているかというと、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。ではこのサタンに打ち勝つ方法はどれだけ私たちの叫び声が大きいかが問題でありません。多くの場合ですね、私たちは叫び声でなんとかごまかそうとするんです。サタンよそれ、どれだけ大きい声で叫んでもサタンは恐れません。もちろんイエス・キリストにある権威があるのでサタンは出ていきます。しかし多くの場合私たちは泣いたり叫んだりさまざまな方法を通して解放されようとします。もちろんそのような叫ぶ祈りということはとても重要なことです。しかしですね、そこには法的な神の国の原則がなければサタンは出ていかないんです。ではサタンが打ち破られる重要な方法がここに書かれています。子羊の血を持って祈ることです。イエス・キリストの十字架、流された血潮、その罪の許しと贖いのゆえにサタンは法的に出ていかなければなりません。彼は訴え続けることはできないんです。その権利をすべて失うこととなります。ではその子羊の血と次に書かれていますね、自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。よくこのようなですね、この御言葉を読むときに、だから証しすることは重要なんだというメッセージを聞きます。私たちの癒しの証しをするとき、本当に素晴らしい癒しはもちろんその癒しの証しから起こります。救いの証しをするときに、今度救いの証しを通して救いの恵みが人々に起こっていきます。そのように皆さん、神様が私たちにしてくださったことに対する証し、これは人生の中ですることは重要なことです。でもですね、証しとは神が私に何をしてくださったかということ以上に、神がどのようなお方であるか、あるかを宣言することです。神ご自身の性質を告白することです。ではここに書かれている証しっていうのはですね、子羊の血にすべてかかってるんです。そして原文を読むと、子羊の血と自分たちのこの証しのこの言葉のゆえに彼に打ち勝った、このというですね、冠詞が2つついてます。もう一度言います。自分たちのこの証しのこの言葉のゆえに彼に打ち勝った。ではこの証し、この言葉とは何でしょうか。どこにかかっているかというと、その前に書かれている子羊の血潮、この証し、この言葉のゆえにサタンに打ち勝つことができます。その権利を私たちは得ることができることを感謝します。そしてその結果、初めにですね、全体像を言います。もう一度言います。御座の前にまで行き、そして私たちはそこで祈ります。そして何をまず祈る必要があるかというと、悔い改めの祈りです。私たちが何かですね、この罪を持った状態である場合、法的にサタンは私たちの人生に関わる権利を得てしまうんです。私たちが罪を犯し続けるとき、サタンを鍵に預けるようなものです、家の鍵を。なのでですね、私たちはどれだけ主の道を歩もうとしても、サタンは鍵を持っているので、その罪という扉から入って私たちの人生を支配する権限を法的に持ってしまいます。それがですね、ある意味において私たちの世代で行われたものではなくても、何世代も前のものであったとしても、サタンはその罪の悔い改めがなされてないところには法的に関わる権限があります。なので ダニエルもネヘミヤもエルサレムが建て直されるときに悔い改めて祈るんです。それは自分の罪だけではなく、自分の先祖の罪、自分の何世代にもわたって主に背き続けてきた罪、そのことを告白しながら祈ります。その中においてですね、このエルサレムは回復していきます。同じように私たちも自分だけの罪ではないかもしれません。皆さんの家庭を見るときに、私たちの家庭を見るときに、繰り返し繰り返し繰り返し行われる罪の連鎖というのがですね、あるかもしれません。同じような罪が絶えず繰り返されるんです。我が家においてはですね、経済的な困難というのがですね、絶えずつきまといました。で、以前にもこの証しをしたんですけど、本当にですね、我が家の数世代上っていうのはめちゃくちゃ金持ちだったんです。一つの市を持っていました。その土地、地主で一つの市レベルの土地を持ってたんです。しかしですね、その
持っていた土地をなんとですね、私の何世代か分かりません、4世代か5世代上の先祖はですね、全部ギャンブルでなくしたんです。そしてもうその後の転落人生がですね、あまりにもひどいので、実はですね、それがもう何十年も前にですね、 NHK のドラマになったんです。実は私のもう亡くなったんですけど、おじはこの脚本家をやってまして、そしてですね、まあ、その脚本家でこのストーリーを書いて、それがドラマになってですね、放映されました。まあ、そのようなこうドラマチックな人生といっても、まあ転落人生、大金持ちから本当に家族が貧しくなり苦しむというようなですね、そのようなストーリーがですね、描かれました。でそのことをですね、先祖たちはこの受け継いで堅実に生きようとしたんです。私のひいおじいちゃんはなんと30歳で隠居しました。30歳でもう仕事辞めたんです。そして残りの人生は全部もう金持ちだったので、自由に生きて過ごしたということですね、聞きました。何してたかは知りませんが、80歳ぐらいまで生きたんですけど、50年間ぐらいも隠居して生きたんです。で私のおじいちゃんの世代になると、もうそのような先祖たちの生き方を見て、もう堅実に生きよう、もう大切にお金をして生きよう、そのようにして私の親を育てました。しかし私の親の世代の時に、私がの親がやっていたビジネスはうまくいかなくなり、多くの借金を抱え、家族が崩壊するということを経験しました。そして今の私に至ります。ではこれは繰り返される罪の連鎖です。繰り返される破壊の連鎖っていうのが家族の継続に起こってます。なのでそのことを思った時に、私は悔い改め、そしてこれは自分自身の罪だけではなく、私の何世代にもわたるこの罪、それを主の御前に持っていき、そして祈り始めました。そしてこの経済的な領域を持って、そして家族を壊すことを通して、私の人生に働こうとする暗闇の力、そのサタンの力に対して、法的な権限を持って宣言するんですけど、まず何が必要かというと、悔い改め祈るんです。主よ、私の罪を許してください。私だけでなく、私の先祖何世代もが、主あなたの道からそれ、あなたご自身の心を思わず偶像礼拝に行き、そしてこの世の罪の中を生きたことを、主よ許してください。そして貧しさを受け入れ、貧困を招いたこと、そして家族を崩壊させたこと、主よ許してください。これは先祖だけの罪ではなく、まさに私自身の罪です。そのことを主の御座の前で申し上げます。皆さん、御座の前で祈るということは、別に何か幻で御座を見るわけではありません。体はここにあっても、霊的に主よあなたの御座の前に行きますと言います。そしてそこで私たちは告白して祈るんです。囚われた罪、中毒症状、そして本当に家族が壊れること、一つ一つ申し上げながら、そしてそれが分からない場合は祈ってください。聖霊様、私の目を覆っている覆いを取り除いてください。私が悔い改めるべきことを見させてください。その時にですね、突如として自分も考えもしなかったような、思いもしなかったような、私の人生を捉えている罪や咎というものを聖霊様が開き見させてくださるんです。そしてそれを告白して、主の御前で祈ります。では悔い改めた時に、今度私たちはもう一つの権限を得ることができます。それはイエス様の血潮を宣言する力が私たちのうちに臨みます。では私たちはイエス様の血潮を宣言して祈るんです。すべての私を捉えてきた貧しさ、私の人生を捉えてきた病、家族何世代にもわたって私の家族を支配してきた、家族を壊す力、今イエスの血において、そのすべての罪とがは現れた、すべては清められた、すべてのその罪とがは十字架によって無効化された。皆さん、イエス様は十字架の上でなんて叫ばれたんですか？完了した、大声で叫ばれました。これは、まあ、ギリシャ語に訳すとテテレスタイと書かれてるんですけど、それは支払い済みという宣言です。すべての借金を支払い終えた。あんまり喜んでないです皆さん。まだ借金の中にとどまりたいでしょうか、罪の負債に。もう一度言います、すべての借金の負債を支払い終えた。アメン。そうです、私たちの罪の負債を主が支払い終えてくださったんです。
それらはもはや私たちは背負って生きる必要がないんです。コロサイ2章には私たちを責め立てる全ての不利な債務証書を十字架に釘付けにされ無効化された、そのように書かれているんです。ではサタンは相変わらず神の御座の前に行き、そして述べます。ああこの罪がある、この罪がある、この罪がある、リストを持ってきて述べるんです。何世代にも遡ると多くの罪があり、この者も罪を犯した、この者の人生の中にもたくさんの不正と欺き偽りがあり、この者を祝福、この者は祝福を受けるべきではない、そのように罪状書きを持ってきます。その罪の負債リストが山のように書かれています。しかしですね、その御座においては正しい審判者であられる父なる神がおられ、でもう一つ重要なのはその右の座には完全な弁護者であられるイエス様がおられます。で父なる神が判決を下すときにどうされるのかというと、サタンよ、お前の言ってることは正しい、確かにこの者にはたくさんの罪がある、しかしこの者はまず私のところに来て悔い改めた、そしてイエス・キリストの十字架の血潮は全てを弁護し、全てを贖うのに十分な力がある、彼の罪は全て洗われ、清められ、取り除けられた、それゆえに私はこの者にもはや二度と罪を見ることはできない、そして天の法廷において何がされるんでしょうか。無罪、この者は許された、私はこの者を罪に定めない。その時に私たちは天において全ての重荷から解放されるんです。では今度この裁判を受ける側ではなく、私たちは主と共に御座に立ってサタンに向かって命じることができるんです。サタンよ、お前の告発は偽りだ、お前はもはや私の人生を訴える権利はない、さまざまな争いを持って、さまざまな貧しさを持って、さまざまな病を持って、罪の囚われを持って私を訴えることはできない、その訴えは不法であり、そのこの訴えは偽りである、今天の法的な原理によって私は宣言する、その訴えをイエス・キリストの名において退ける、それらは全て後ろに引き下がれ、貧困の力を後ろに引き下がれ、病の力を後ろに引き下がれ、罪の束縛を後ろに引き下がれ、それらはもはや私の人生を捉えることはできない、そして私たちは言うことができます。サタンよ、よく聞け、これから何か訴えがあるなら私の責任者である主に直接言いなさいと、主が私の裁き主である、主が私の統治者である、主が私の責任者である、そして私たちはこの地上で大胆に生きることができます。解放されて歩むことができます。神様にある権利を持って歩むことができることを感謝します。その時に何が起こるんでしょうか。11節の最後に書かれているんですけど、その血潮によってサタンに打ち勝ったと書かれています。そのゆえに彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。すなわち私たちが回復されるので、この人生を神様の使命のために命を捧げて生きることができるようになります。本来作られた目的のために全人生を使って歩むことができることを感謝します。皆さん、罪や病やそのような崩壊や破壊というのは浪費させます。私たちが本来使うべきエネルギーを全部そこに費やしてしまうんです。なのでですね、私たちの体がいつも疲れたり、そしていつも争いの状態、平安がない状態、そして何かの問題に対する対処をしなければならない状態、もうあまりにも人生にそのような問題が多いので、神のために生きるどころではない、私の人生生きるので精一杯、そのように全部時間、与えられた機会、人生を浪費してしまうんです。皆さん、これは敵がかすめ奪ってるんです。奮い立とうではありませんか。もうこれ以上敵に奪われてしまってはなりません。本来私たちに与えられている人生を取り戻そうではありませんか。そして残りの人生、全生涯をかけて神が作った目的のために生きることができるようになります。ヘブルの12章の1節には、私たちにまとわりつく罪、そしてまとわりつく重荷と書かれています。それを拭い捨てて、私たちに召された競争を最後まで走り抜こうではないか。そのようにサタンはまとわりつく罪や重荷を持ってきて、本来歩むべき競争、本来歩むべきコースを歩めないようにとどめてしまうんです。しかしこの天の法廷の祈りを通して、もうこの罪、重荷、サタンの力は全て砕かれ、本来与えられている人生をまっすぐに歩む権利が与えられることを感謝します。この回復がこの時に
私たち全員に注がれますように。これはとても重要な祈りであり、私はこのことを通して何度も答えを得、私はこのことを通して何度も解決を得、このことを通してもうあらゆる時に、あ、本当にこの神様の方法、この神様の勝利を見ています。例えばですね、ある時にある方とですねお話をしました。その方がですね、本当に絶えず抱えていたその問題に対して一緒に祈る時間を持ったんですね。でそれはですね、実際の、まあ、この法律上の問題において、たくさんの争いを家族の中でしていてですね、何年かも何年かも何年かも家族で争い続け、そしてその答えがない、そして今週その裁判の答えが出る、しかし弁護士が言うにはあなたは負けるでしょう、そしてその親族の方が勝つでしょうということをですね、言ったそうなんです。でもうこれは解決がない、どうしたらいいでしょうか。私はその方と一緒に祈りました。そして何よりも地上の見える領域においてではなく、今まことの裁き主であられる主の前に行きましょうと言って、そして主の前に行って、そして悔い改め祈ったんです。まず何を祈ったかというと、自分自身の中に家族に対する訴える心があったことを一緒に悔い改め祈りました。そしてそれだけではなく、自分を訴えている親族のために悔い改めて一緒に祈ったんです。そしてその後ですね、祈る中においてミサの前において致死を宣言しました。そしてこの家族を分裂させたり争わせたり、そして訴える力、何年間も実際的な裁判を持って苦しめ続けてきた力、そのような後ろに働く訴える告発者の霊がイエス・キリストの名において後ろに退くように宣言する、そのように宣言して祈ったんです。で次の週その方と会いました。そうするとですね、1週間前と全然違う表情で来られて、そして何を言ったかというと、先生聞いてくださいと、その裁判で信じられないことが起こりましたと。弁護士はもうこれ長年争ってきたので、あなたはもう負けるでしょう、あなたの方が不利ですと言いました。しかし実際裁判の席になると、なんとですね逆転勝訴したんです。でそれだけではなく、なんと裁判官が言ったのは、あなたたち家族なんだから和解しなさいと言ったらしいんです信じられないことをですね、この地上の裁判官が命じました。そして本当にこのことにおける、まあ、解決、何年間も苦しんできたことに対して解決を得た素晴らしい証を聞きました。なぜそのようなことが起こったんですか。何年間も苦しみ続け、祈っても願っても解決がない、それはこの地上で戦ってきたので解決がなかったんです。しかし天の法廷、主の御座の前で解決するとき、地上で解決が起こります。天においてなされることは地において起こります。なので皆さんを何年間も捉えてきたその病や鎖が今日断ち切られることを宣言します。私たちが主の道に歩むことができないように鎖をつないできたそのサタンの力が全て打ち砕かれます。では神様は私たちの人生に本来計画を持っておられるんです。私たち全員に計画があります。召されているのは牧師やこの教会の働き人だけではありません。皆さん、ここにいるイエス・キリストを信じる者たち全員が召されてます。もう極論を言えば、全ての人間は神様のために作られたんです。神様の召しに作られたんです。しかしイエス様を知らないがゆえに、その召しから離れたところに生きています。そして私たちがイエス様を信じた後も相変わらず古い自分を抱えて生きているので、その飯に生きることができないんです。まず覚えたいのは、私たち一人一人に作られた目的があるということです。そしてなすべき役割があるということです。神様の計画があるんです。皆さん、私には私の特別な計画があることを信じますか。言ってください。私には神の特別な計画がある。はい、私には神の特別な計画がある。アメン。誰も言ってくれないときには自分で言ってください。自分の魂に毎日言ってください。私は神によって作られた。私には特別な神の計画がある。これ嘘じゃないんですよ。なんかおだてて言ってるわけではありません。みんなを励ますために言ってるわけではなく、本当に計画があるんです。飯があるんです。いつから神様はその計画を持ったか知ってますか。私たちが生まれる前からです。生まれる前どころか、天地が作られる前から神様は私たちのことを計画してたんです。行き当たりばったりで神様は作ったわけではありません。ああ山ができた、あ海ができた、どう使おうかな、
海は水ためにしよう、山は木でも生やせよう、ああ何か作ってみよう、動物たちができた、ああ何か作ってみよう、人間ができた。そのように行き当たりばったりで神様は天地創造したわけではありません。すべて初めにデザインがあったんです。計画があったんです。ヨハネの福音書1章の1節には、初めに言葉があった、その言葉から始まります。その言葉はロゴスというギリシャ語ですけど、そのロゴスという言葉の中にはデザイン、計画、道、真理、すべてが含まれている意味です。つまり初めから神は完璧な計画を持っていました。で、私たちが今この時代に生まれたのは偶然この時代に生まれたわけではなく、神様は私たちをこの時代にこの地上に置くことを、もう天地が作られるその前から計画していたんです。ということは、今私たちはこの時代に来て、この時代でなすべき役割があるということです。詩編の139編開きたいと思います。詩編139編、私たちが作られる工程をダビデが言ってますが、詩編139編の13節から16節、詩編139の13から16、ご一緒に朗読したいと思います。はい。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、アメン。私たちは多くの場合、なんでこの両親のもとに生まれたんだろうと思います。なんで私の親はこういう親だったんだろうか。ある人はですね、死別をして親の愛を知らないで生きた方もいるかもしれません。ある方はもう意識がこの物心ついた時にですね、親が離婚していて親の愛を知らないで生きたかもしれません。そのように生きる時、私たちは本当に失望し、なんでこんな親のもとで、なんで私はこういう家庭の中で生まれたのか、そのように思います。しかし皆さん、139編の13から16はその答えです。誰がその親のもとに私たちを作ったんですか。主です。これは偶然ではありません。私たちは必要ないものとして生まれたのではなく、主がその両親を選び、その両親のもとに私たちを産ませました。ということは、その両親を選んだのは主なんです。なので、その両親がたとえどういう存在であったとしても、私たちのすべきことは何かというと、その両親を愛することです。両親を敬うことです。両親を愛し、両親を敬い、両親を祝福するとき、何が起こるかというと、私たちのアイデンティティが回復します。もし親を嫌っているなら、私たちの心の奥底にいつもある思いは、自分が醜い、そして自分が憎いという思いです。あの親のもとに生まれた私は、私も失敗者、あの親のもとに生まれた私は、私も大したものではない。もし親を憎み続けるなら、いつもそれがたとえ意識の中になかったとしても、深い意識の中で自分を否定し続けて生きることになります。その結果、何が生まれるんでしょうか。ストレスです。そしてこの地上の病の多くは、もうストレスが原因で人々は病になっていきます。なので命が短くなるんです。しかし聖書の中には何て書かれてますか。両親を敬いなさい、そうするならあなたは、何て書かれてますか。長生きする、地上で命に満ち溢れて生きることができる。なぜでしょうか。私たちのアイデンティティが回復すると同時に、魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、健康になることを感謝します。全ての領域において回復します。なのでですね、今日ぜひ家に帰って一緒に祈りましょう。それはですね、私たちの両親がたとえどのような存在であったとしても、イエス・キリストにあって感謝することです。主よ、この両親のもとに私を作ってくださったことを感謝します。その両親を選ばれたのは、主よ、あなたご自身です。そして主よ、あなたにあって私の両親を敬います。私の両親を尊敬します。私の両親はあなたが選ばれた素晴らしい存在です。その両親のもとに私を作ってくださったことを感謝いたします。
たとえ私たちの父母に実際的に会うことができなくても、もし実際に会うことができるなら、皆さんそれを述べる必要があります。ちょうどいい機会ですね。これからお正月になって、それぞれ実家に帰ったりする機会があるかもしれません。そして私たちは本当にですね、身近な人であればあるほど感謝するのが言いにくいんです。お父さんありがとうとか、あ、ゆけ姉妹が笑ってるんですけど、そうなんですか。じゃあゆけ姉妹に宿題に出します。お父さんありがとう、お母さんありがとうというですね、あ、やめて、いやいや、もう宿題です。そこまで否定されるともう宿題です。ぜひですね、この今年が終わる前にですね、お父さんお母さんに感謝をですね、表してほしいと願います。はい、まあそのいい反応をしてくれました。言いにくいんです。なぜかというと恥ずかしいからです。何かこう、そして親も言われるとなんかこう気恥ずかしくなるんですね。慣れてないからです。でも皆さん、家庭の中で感謝を言い合う文化っていうのは素晴らしいんじゃないでしょうか。初めは恥ずかしく感じるんです。でもだんだんそれが文化になっていくんです。なので家庭の中において、教会の中において、お互いに感謝を言い合う、そのような空気を一緒に作っていきましょう。来週以降ですね、この感謝について見たいと思うんですけど、今感謝に対してものすごく重要な学びを個人的に受けてます。そしていつもいつもできるだけ多くの感謝を主の御前に申し上げます。息子が寝るときにですね、よく息子に寝るまで見守って寝ます。まあもう小学校2年生なので、みんなの前で言うと恥ずかしいと思いますので、そんなに言わないんですけど、まあよく背中させてあげるんです。寝るまでですね。その時にですね、私はこの一つ一つ背中さすりながら、その日の感謝を思い巡らしながら神様を褒めたたえます。主よ、感謝します。今日も私たち家族を守ってくださったことを感謝します。今日も本当にあなたが私たちに命を与え、着るものも与え、そして食べるものも与え、このような生活を与えてくださっていることを感謝します。今日生きることができたのは普通のことではありません。特別なことです。主が今日という日を作られたからです。今日一日の恵みも感謝します。それだけではなく、イエス様、十字架を持って私たち家族をあがなってくださったことを感謝します。イエス様が私たちの家族の主であられることを感謝いたします。主、あなたが羊飼いであられ、私たち家族を今までもこれからも導き続けてくださる主であることをありがとうございます。一つ一つ感謝捧げるんです。で、感謝するうちに見たら息子は寝てます。で、私の心は感謝で満たされます。なので本当に素晴らしい時間なんですけど、絶えず家族の中においても祈りの中だけでなく、お互いに感謝すること、お互いに感謝を述べること。では皆さん、感謝は人々を引き伸ばします。夫が洗濯をした時にうまく洗濯できなかった、その時妻は言うんです。あんた洗濯もできないの？もうあなたが洗濯したら大体半乾きの状態になっているとかですね、あなたが洗濯したらもうシワだらけ、なんでこんなに洗濯もちゃんとできないの？そのように言うとき、夫はどうなるかというと、もう二度と洗濯しないと思うんです。自尊心が傷つけられるんです。しかし皆さん、うまくできなくても感謝することです。ああ、洗濯してくれてありがとう、助かった、洗い物したらですね、し終わったら泡がいっぱいついてた、そのとき何て言いますか？ああ、もうちゃんと洗わないと、流さないと泡だらけでしょ。そうすると自尊心が傷つくんです。しかし泡が残っていたとしても感謝するんです。ああ、洗ってくれて助かった、ありがとう。そしてちょっと泡を見えないところで流すんです。では感謝するとき何が起こるかというと、引き伸ばされます。特に男性はシンプルなので、感謝されるともうそこに力を注ぎ込むようになるんです。そして皆さん、絶対約束します。感謝し始めるときに夫たちは専門家になります。もう誰よりもうまく洗濯を干す、そして洗濯をする専門家になり、誰よりもうまくこの炊事をするその専門家になるんです。この子育てにおいてもそうです。なんでこんなこともできないんだ、なんでこんなこともわからないんだ、その時萎縮して、もう学ぶ意欲とかやる意欲がなく、恐れによって全部やります。もちろん注意しなければならないことはします。しかしそれと同時に感謝をしていくんです。ああ、このことしてくれてありがとう。特にですね、子供が何かやるときに十分にできないことがあるんです。やろうとしてやったんですけど、うまくできない、その時にこんなこともできないのかっていうと、子供をそれ以上成長することをとどめてしまうんです。しかし改善点を言いながらも、やってくれてありがとう、本当に助かった、そのやってくれたこととても嬉しい、そうするときに引き伸ばすんです。
そして子供はその感謝の中で本当にまっすぐに育っていくようになることを信じます。感謝の文化を持つってことはとても重要なことです。なのでですね、私たちは本当にこの自分がまず作られたことを感謝し、そして自分がその両親のもとに生まれたことを感謝し、たとえ不足があったとしても、たとえ問題があったとしても、私はこのことを毎日します。ただ主が与えてくださっている恵みを数えて感謝するだけではなく、問題のゆえに主を褒めたたえます。自分の弱さのゆえに主に感謝します。自分の足りなさのゆえに主を崇めます。なぜですか？第一コリントの5章には、すべてのことについて感謝しなさい。すべてのこととは何ですか？すべてのことです。そうです、これ原文で調べたんです。そしたら驚く真理がそこに書かれてたんです。なんとですね、その原文を読むと、そこに書かれていたのはすべてのことって書かれてたんです。漏れることなく全部です。では私たちはいいことがあったら感謝します。ああこのことは、あのことは、あのことは感謝です。ああでもこのことは問題です。このことは足りません。この祈りは聞かれません。そのように私たちは不足を見て嘆くんです。しかし皆さん、今日から私たちの告白を変えましょう。不足のゆえに主を褒めた対応でありませんか。聞かれてない祈りのゆえに主を崇めようでありませんか。得てない答えのゆえに主を褒めた対応でありませんか。イエス様は2匹の魚と5つのパンをこの少年から弟子たちが持ってきたとき、なんて言ったんですか。こんなもん足りるか。なんで持ってきたんだ。お前たちもっと脳みそを使えと。なんでこれ持ってきたんだ。見ればわかるだろうと。そのように言うこともできました。しかしイエス様はそれを思って何したんですか。感謝捧げたんです。父なる神を感謝します。そしてそれを引き裂いて弟子たちに配ったんです。そうすると5000人以上の人々を満たす奇跡が起こりました。皆さん、感謝は神の国を開く鍵となります。感謝を通して奇跡の扉が開かれていきます。なので癒しを求めていますか。解放を求めていますか。問題の解決を求めていますか。それであるなら感謝することです。感謝するときに主が扉を開いてくださいます。詩篇100編には、感謝を持って賛美を持って主の大庭、その門を通って主の中に入っていくことが記されています。なので今日から私たちの告白を変えていこうではありませんか。すべてのことについて感謝する。そしてこれがキリストイエスにあって神が願っておられること。原文ではこれこそがキリストイエスにあって神が私たちに願っておられること。それは私たちが感謝の生き方をすることです。その時に本来作られた目的へと私たちの人生が変えるようになります。私たちは喜び感謝する存在として作られたからです。でですね、ここに16節、もう一回詩篇139編に帰りたいと思いますが、16節に主が私たちを作られたと、そして主の目が胎児の私を見ておられた。皆さん、お腹の中にいる時から主が私たちを見ておられたんです。その目を思うとき、私たちは癒されます。いつから私たちの魂は傷つくかというと、母の体内にいるときから傷つきます。そしてさまざまな否定的な言葉が言われます。ああなんで今のこの時期に子供ができたのかとか、ああこれは願われて生まれてくる子供ではないとか、ああなんで女の子なんだ、男の子が良かったとか、逆のこともあります。なんで男なんだ、女の子が欲しかったとか、その言葉は全部胎児の私たちに突き刺さり、私たちは傷つくんです。しかし皆さん、この16節はその胎児の頃からの傷を癒す力があります。それをたとえ誰も願わなかったとしても、もう誰よりも願い、そして私たちが作られた時、それをもう御使いたちを集めて喜んだのは父なる神だったんです。私があなたを作った、私があなたをその父母のもとに形作り、そしてあなたは私の喜び、私はあなたを誇りに思う、そのように言ってくださることを感謝します。私は父なる神様の心を受けて、いつも自分に言う言葉があります。私はもうお父さんのお気に入りです。本当ですよ、これ別に本当なんです。皆さん、私お気に入りなんです。父なる神の御目はいつも私に注がれています。私は父なる神が私を見るとき、父なる神の顔はもう喜びで満たされ、そしてもう父なる神は歌わずにはいられないほどの大きな愛と喜びで満たされる。それが私という存在です。主が私をこのように作ってくださったことを感謝します。
あなたの愛を受ける存在として作ってくださった主よ、ありがとうございます。これは私だけでなく皆さん全員です。主はそのように私たちを作ってくださいました。では誰も言われない、言ってくれない時には自分でそれを言うんです。それが私たちのアイデンティティであり、私たちの価値です。で、主はそのように私たちを作られたんですけど、なんて書かれてますか？あなたの書物に全てが書き記されたと書かれてるんです。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。これは別訳読むと、あらかじめ計画された、前もって準備されたと書かれてるんです。私たちの日が一日も作られる前に、なんと私たちの人生をあらかじめ神様は計画されたんです。ということは、神様のもとには私たちの人生に対するシナリオがあるんです。私たちの人生に対する計画書があるんです。この計画書に従って生きることほど喜びはありません。多くの場合、私たちはクリスチャンであっても世の考え方を引っ張ってきて、その世の考え方を持ちます。だからこう思うんです。ああお金があれば幸せになるのに、良いパートナーがいれば幸せになるのに、ああ何か良いものを手に入れたら、美しい家とか素晴らしい車とか、そのようなものを手に入れたら私は幸せになるのに、それがないから私には喜びがない。これ皆さん世の考え方を引っ張ってきてるんです。しかし一番の幸せは神の使命に従って生きることです。神の目的に従って歩むことです。その時私たちは不足することはありません。人生において必要なことは主が責任を持って満たしてくださいます。ではそのような道を歩む中において、時には不足も経験します。足りないこともあります。そして試練や暗闇を通ることもあります。でも心には喜びがあります。なぜかというと、主の使命に従って生きているという喜びです。これに勝る喜びは他にはないことを覚えます。なので私たちの人生に神の使命が回復することを願います。本来作られた目的に私たちが立ち戻ることを願おうではありませんか。そしてもう一つの御言葉を見て祈りに時間を費やしたいと思いますが、エペソの2章エペソの2章ですね、1章から続けて言うと、1章にも地のもといの作られる前から私たちは神の御元に選ばれたということが書かれています。そして2章の10節一緒に読みたいと思います。2章の10節、有名な御言葉です。一緒に朗読してまいりましょう。はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。では私たちは神の作品なんです。これはギリシャ語ではポイエマという言葉ですけど、この作品というのは彫刻の作品ではなく、ポイエマから生まれたのはポエムです。つまりこの原文で言うなら、私たちは神の歌である。すごい美しい表現をパウロしたんですね。私たちは神の歌なので、人生通して神を表し、人生通して神の麗しさを表現する、それが私たちに与えられている役割なんです。でもですね、傷つきます。そしていろんなこの間違った考えが入ってきます。そして不協和音が出るんです。私たちの内から出てくるのがいつも怒りであったり、不満であったり、訴えであったり、何かに対する満たされない言葉、それが絶えず出てきてしまう。皆さん、それは本来作られた私たちの形ではありません。私たちは神の麗しさを表現する神の歌として作られたことを感謝します。私たちは神の作品なんです。でも敵サタンがそれを傷つけてしまいました。それを回復するために、この良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたっていうのはですね、原文では再創造されたという言葉です。全て傷ついてしまった作品、汚されてしまった作品、それをイエス様は十字架の血潮で再創造してくださったことを感謝します。もう一度私たちを作り直してくださいました。そして神の作品としての素晴らしさを私たちの中に回復してくださることを感謝いたします。この再創造の恵みをイエス・キリストにあって主が与えてくださいます。そして神は私たちがこの良い行いに歩むように、原文読むとですね、あらかじめ計画された良い行いの中に歩むようにと書かれています。でここにも書かれていますね、その良い行いをあらかじめ備えてくださったということは、皆さんそれを行うことができるように、なんとあらかじめ備えられた計画があるんです。
神の御心を行うためにもうあらかじめ準備された神様の道があります。その道を私たちが発見するならどれほど幸いなことでしょうか。すべての人がそれを発見することができます。どのようにしてでしょうか。イエス・キリストを通してです。本来立つべきところに私たちは立つことができます。本来なすべきことをなして生きることができます。そのために必要な賜物、資源、恵みは全部あらかじめ主のもとに用意されていることを感謝します。私たちは不足することはありません。イエス様はこの地上で父なる神の御心を行うためにいつも不足を言って生きていましたか。ああ足りない足りない足りない、私のミニストリーには足りないことだらけ、弟子たち、ろくでもない弟子たちが集まった、もうなんでこの弟子たちが来たのか、そのようにですね、いつも足りないことばかり言って生きてましたか。そんなことありません。イエス様は一切自分の働き生き方において心配しませんでした。なぜならその都度その都度父なる神が満たしてくださることを知っていたからです。だから三条の水訓でイエス様が教えたのはマタイの6章33節何はともあれ神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらすべてのことは満たされる。私たちの経済においても癒しにおいても結婚においてもすべての人生の必要を一番知っておられるのは父なる神です。この元に行く、この父なる神の元に行くときに私たちの思いを超えてこのお方は私たちの人生を満たしてくださるお方であることを感謝いたします。では今日一緒にですねこの天の法廷に立って祈る祈り、これはですね皆さん個人のために祈ることもでき、そして家族のためにこの同じ原則で祈ることができます。私たち一人一人個人にも使命があるように家族にも使命があるんです。神様はノアの家族を選び、そしてアブラハムの家族を選び、多くの信仰者たちの家族を選んでその家族を通して神の国を表されました。なのでですねこの家族も皆さんこの天の法廷の祈りをもってするなら回復します。そしてこの血潮を家族に対して宣言することができます。モーセはその家の鴨居 門中に血を塗ることを命じました。ではその血の中にいた家族は全員救われたんです。私はこのことを信じます。イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。それが必ず私たちの家族に起こることを信じます。私たちが血潮を宣言して祈る中において家族全員が贖いの中に入り、そしてその永遠の命の中を歩むことができる家族とされることを感謝いたします。家族に対する神の計画が回復し、またこれを教会に対しても町に対しても国家に対しても同じ原則で祈ることができます。では私たちはこの祈りを一緒にしたいと思いますが、まず賛美を捧げたいと思います。私たちの身分を知り、そして私たちが主よ父なる神によって作られ、そして贖われたものであること、神の子供であることを宣言してですね、ノーロンガーですね、突然で申し訳ないんですけど、その賛美を持ってですね祈りたいと思います。共に立ち上がってですねこの賛美を私たち捧げていきたいと思います。主は私を、主は私を
私を選ばれた、選ばれた、生まれる前から父の愛が、父の愛が私を、私を呼び、家族とさ。今この賛美の中にあって一緒に祈りたいと思います。今日が私たちの回復の日とされることを感謝します。天の領域において解決し、地上の領域において実際の解決が主の手の中でもたらされることを感謝いたします。それは私たちがこの地上で問題と格闘するのではなく、今主の御座の前にまで進んでいき、この父の前に祈りたいと願います。今信仰を持ってまず代表して祈ります。天のお父さん、私たちの体はこの地上にありますが、しかし今信仰と霊の領域においてはお父さん、あなたの御前に進んでいきます。完全な愛を持って、また完全な統治と支配権を持って治めておられる裁き深さであられる父よ、あなたの御前に進んでいきます。その裁きと憐れみの御座の前に私たちは信仰を持って進んでいきます。そこで私たちは告白し祈ってまいります。どうか主がこの祈りを受け止めてくださることをありがとうございます。では今それぞれ今悔い改めの祈りから始めたいと願います。私の人生を絶えずつないでいる何か大きな鎖があるなら、また繰り返される罪の問題、繰り返される、あ、本当にこの破壊人生において、あ、もうこの失われるもの、そのようなことがあるなら、それをまず見えるところ、分かりやすいところから告白し、それを悔い改めて祈ろうでありませんか。そして病に対しても皆さん、それを受け入れてしまったことを悔い改め祈りたいと願います。それが本当に私の中にずっといることを許可してしまったことを主よ許してください。貧しさに対してもそれが私の中に働くことを許可してしまったことを許してください。争いや怒りや訴えに対してもそれが私を支配することを許可してしまったことを主よ許してください。今それぞれこの罪の告白を主の御前にしたいと願います。あ、大きい音を出しますので、もう隣の人を気にせずそれぞれの告白を持って祈りたいと思います。主よ、叫び声を持って一緒に祈ってまいりましょう。はい、主よ、
私たちが具体的に悔い改めの告白をしたなら、弁護者であられるイエス様のその血潮は全てを覆う、そして全てを洗い清める、その力があることを覚えます。今度は具体的に自分の口でイエス・キリストの血潮を宣言し祈りたいと願います。この時間は威厳によってではなくてですね、自分の宣言を持って、先ほどのこの黙示録12章に書かれてました、この言葉のこの宣言の上に悪しき者に打ち勝った、サタンに打ち勝った、それですので私たちの口の言葉を持って今具体的にイエスの血潮は全ての罪を汚れよ、清める力がある、イエスの血潮は全ての悪しき力に打ち勝つ力がある、告白してまいりましょう。はい、主よ、私たちが悔い改め血潮を宣言したなら、敵サタンはもう訴える告発を法的に権限を失います。これは本当に実際のことです。彼はもはや訴えることはできません。この際に一章に書かれている通り、私たちを責め立てる全ての不利な債務証書は無効化されたことを感謝します。イエス様の血潮によって帳消しにされました。神はもうそれを見ないと言われます。なので敵サタンもそれを持ってきて訴える、訴え始めるなら主は言われます、それは何だと、白紙ではないか、お前はその白紙を持ってきてなぜ訴えるのか、そこにはもう何にも書かれていない、それは全て許され清められた、告発者は訴える権限を持っていない、そのことが天において宣言されることを感謝いたします。今私たちは主の無罪宣告を宣言したいと思います。私は許された、私は癒された、そして宣言しましょう、告発者を後ろに引き下がれ、もはや私を訴えることはできない、サタンを後ろに引き下がれ、もはや家庭を壊すことはできない、私の使命を奪うことはできない、奪われたものを全部取り戻す、今イエスの御名と血潮によって宣言しましょう。はい、主よ、天の法的に今主の行為と恵み、回復と癒しを受け取ることができます。最後に宣言しましょう、主よ、今癒しを受け取ります、今経済的な回復を受け取ります、今家族の回復を受け取ります、今囚われからの自由を受け取ります、今精神的な癒しを受け取ります、私は癒されたものです、私は自由にされたものです、
私は天の相続を受け取るものです。一緒にそれぞれの告白を持って宣言していきましょう。もう一度主よ叫び声を持って祈ります。はい、主よ私は神の子供です。主の相続者です。
勝利がここに満ち溢れていることを感謝したいと思います。すべての栄光を誉れ賛美を受けるのにふさわしいお方、私たちの愛する主にもう一度心からの感謝の賛美、感謝の拍手を持って捧げてお返ししていきましょう。アメン。アメン。主を感謝します。アメン。主への礼拝はこの後も続きます。本当に互いに喜びを分かち合う時を持っていきたいと思います。最後にもう一度主に感謝の拍手を持って終わっていきましょう。アメン。